控室にいろんな女の子がいまして、それぞれの顔を見させていただきましたが、なんか私がどうして選ばれたのかなってすごくびっくりな、本当驚きでいっぱいな、状況でございます。今後ですね、ラウンドガールのかっこよさなども伝えていきたいと思っております。すいません、緊張して言葉がうまく伝えられませんが、すごく嬉しいです。ありがとうございます。まさか選ばれるとは思っていなかったので、今すごいとっても嬉しいです。オーディションで私が伝えた気持ちは変わらないので、笑顔で一生懸命頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。やはりそのパンクラスのラウンドガールというのは、パンクラス自体がもう本当に老舗団体で、パンクラスのラウンドガールをやると目立つぞという、本当に何でしょうね、1分間インターバルの中の花ということでね、来年ぜひぜひ20周年興行ということもありますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。